拡酸の3次構造、拡酸の3次構造とは、拡酸ポリマーの3次元的形状を指す。RNA と DNA の分子は、分子認識や触媒など様々な機能を有する。このような機能を発揮するには、正確な3次構造を取る必要がある。その構造は多様で、一見複雑であるものの、簡単に認識できる3次構造モチーフが、ビルディングブロックとなって構成されている。 ここでは RNA と DNA の三次構造の最も一般的なモチーフの一部について記述するが、これらの情報は限られた数の基地構造に基づいている。新たな RNA や DNA 分子の構造が解明されれば、さらに多くの三次構造モチーフが明らかとなるであろう。左から A 型、B 型、Z 型の DNA 二重裏線構造。二重裏線は、 生体の DNA で最も多く見られる三次構造であり RNA もこの構造を取ることができる。自然界で見つかる DNA のコンフォメーションは ADNA、BDNA AD、ZDNA であると考えられている。ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックによって記載された B 型の DNA が細胞内で最も多く見られる構造であると考えられている。ワトソンとクリックは この構造を半径 10P3410 円期体ごとに1回転する二重螺旋として記載した。溶液中では二重螺旋は10.40点を円気体ごとに1回転する。このねじれの頻度は核塩基が隣接塩基に及ぼすスタッキング相互作用に大きく依存している。RNA の二重螺旋は A 型の構造に類似したコンフォメーションをとる。A 型 B 型、Z 型以外のコンフォメーションも可能である。事実、多くのコンフォメーションが発見されており、将来的に新たな DNA 構造が見つかった時に、使えるアルファベットは、K, Q, U, V, Y だけしか残されていない。しかし、これらの構造形式の大部分は人工的に作り出されたものであり、自然発生した生物学的な系では観察されていない。 r n a 3 0さ、オーシャナーベシラスアイヘインシスのグループ2イントロンで見られるメジャーグルーブトリプレックス。スタッキングした各層が異なる色で示されている。ミエサ間の水素結合は黒い破線、窒素原子は青、酸素原子は赤で示されている。人のテロメラーゼ RNA のシュードノット内で形成されたメジャーグルーブトリプレックス。水素結合は黒の破線。 窒素原子は青、酸素原子は赤で示されている。マイナーグルーブトリプレックスは普遍的に見られる RNA の構造モチーフである。含み外の相互作用はリボースの二号機を介して行われることが多いため、この RNA モチーフは DNA の見えさとは見た目が大きく異なる。マイナーグルーブトリプレックスの例として最もよく見られるのは A マイナーモチーフであり、アデニン塩基が含み沿へ挿入される。しかし、このモチーフはアデニンに限定されているわけではなく、他の核酸塩基も RNA の含み沿と相互作用することが観察されている。含み沿は挿入された塩基とほぼ完全な相互性を示す。これによって、最適なファンデルワールス相互作用。 広範囲の水素結合と素水表面の埋没が可能となり、エネルギー的に極めて有利な相互作用が作り出される。マイナーグルーブトリプレックスは、ループとヘリックスを安定にパッキングすることができるため、グループアイ,イントロン、グループツイ,イントロン、リボソームなどの巨大なリボニクレオチド構造の主要な要素となっている。エさ典型的なフグスティーン型塩基体を、 形成した G カルテットのリング構造。マラカイトグリーンの RNA アプタマーの結晶構造中に見られる弱さ構造。G29 は他の塩基と四孔と含み溝での水素結合、ワトソンクリック型の水素結合を形成している。標準的な A 型 RNA の趣味溝はかなり狭く、そのため、 含み沿いよりも見えさ相互作用を形成しにくいが、いくつかの RNA 構造では、メジャーグルーブトリプレックスが観察されている。これらの構造は、塩基体とフーグスティーン型相互作用の組み合わせで構成されている。例えば、50エズリボソームで見られる GGC トリプレックスは、ワトソンクリック型の GC 塩基体に対し、挿入された G が、両塩基と、G、偽。 フーグスティーン型の水素結合ネットワークを形成することで構成されている。メジャーグルーブトリプレックスの他の注目すべき例としては、左の図で示されたグループツイントロンの触媒コアや人のデロメラーゼ RNA で観察される触媒作用に必須な30差、そしてサム、ツーリボースイッチなどがある。d n a 三0差も B 型 DNA の主項でフーグスティーン型、または逆。 フーグスティーン型の水素結合を形成することによって可能である。二重螺旋、上述した、ミエサの他に RNA と DNB はどちらも良い螺旋を形成することができる。RNA の良い鎖には多様な構造が存在する。グアニン残機はフーグスティーン型水素結合によってフーグスタインリングを形成し、良い鎖を形成する。GC と AUN 機体は ワトソンクリック型塩基体と含み沿での非標準的塩基体との組み合わせによって酔え、鎖を形成することができる。マラカイトグリーンのアプタマーのコアには様々な水素結合パターンからなる一種の酔え鎖構造が存在する。酔え鎖は何度か連続した繰り返し構造を形成することができ、非常に安定な構造が作り出される。酔え鎖領域の独特な構造は、 生体システムで様々な機能を果たしている可能性がある。二つの重要な機能はリガンドやタンパク質が結合する可能性と DNA や RNA の全体的な三次構造を安定させる能力である。 その強固な構造は、染色体のテロメア領域やメッセンジャー r n a のユトワで見られるように、転写や複製を阻害したり調節したりすることができる。リガンドの結合には、塩基の同一性が重要である。G カルテットは通常カリウムイオンのような一回ンを結合するが、他の塩基組成では、他のリガンドを結合することができ。 例えば、悠々しょっちょう良い鎖はヒポキサンチンを結合する。これらの機能に加えて、最近では、メッセンジャー RNA 上のリボソーム結合部位周辺のグアニに良い鎖は、遺伝子発現の調節因子として機能することがある。まだインビボでは発見されていない興味深い構造や、機能が存在する、可能性がある。トレナの二次構造と三次構造で、 同軸的スタッキングが示されている。同軸的スタッキングはヘリカルスタッキングとしても知られ、RNA の三次構造で工事構造を決定する主要な因子である。同軸的スタッキングは2つの RNA 二重、螺旋が連続的なヘリックスを形成し、それら2つのヘリックスの相互作用面が塩基のスタッキングによって安定化されているときに生じる。 同軸的スタッキングはトレナフィエの結晶構造の報告で記載された。より最近では同軸的スタッキングは自己スプライシングを行うグループ I、グループ2イントロンを含む多くのリボザイムの工事構造で観察されている。同軸的スタッキングでよく見られるモチーフにはキッシングループ相互作用とシュードノットがある。これらの相互作用の安定性は ターナー S ルールズを適用することで予測することができる。1994年、ワルダーとターナーは、ステムループ末端の4ヌクレオチドの突出部と短い、オリゴマーの間で、ヘリックス、マイナスヘリックス相互作用面を作り出す、モデルシステムを用いて、ヘリックス、マイナスヘリックス相互作用面内の最近説、スタッキング相互作用の自由エネルギーへの寄与の程度を決定した。 彼らの実験は、二つのヘリックス間の塩基スタッキングの熱力学的な寄与は、標準的な二重螺旋形成時の熱力学的寄与に、極めて近似的なものであることを確証した。最近接相互作用の相対的安定性は、エネルギー的に有利な同軸的スタッキングを基地二次構造に基づいて予想する際に利用することができる。ワルターとターナーは、 同軸的スタッキングによる器用考慮に入れることで RNA 構造予測の正確さが平均して67%から74%へ改善することを見出した。最もよく研究されている r n a 三次構造には同軸的スタッキングの例が含まれている。よく知られた例としてはトレナフィー、グループ I イントロン、グループ2イントロン、そしてリボソーム RNA がある。 トレナの結晶構造解析によって、アミノ酸、アクセプターステムと T アームのスタッキング、D アームとアンチコドンステムのスタッキングという、同軸的スタッキングによって伸長したヘリックスが存在することが明らかにされた。これらのトレナ内部の相互作用によって、アンチコドンステムとアクセプターステムは直行した向きとなり、機能的な L 字型の三次構造が形成される。グループアイントロンでは、 P4P6 ヘリックスが同軸的スタッキングを行うことが生科学的結晶学的手法の組み合わせによって示されている。P4P6 ヘリックスの結晶構造では同軸的スタッキングがどのように RNA ヘリックスを三次構造へとパッキングし安定化するかが詳細に示された。オーシャナーベシラスアイ変質の事故スプライシンググループ2イントロンでは IA, IB システムが同軸的スタッキングを行い、5、ウェイジャンクションの構成要素となるヘリックスの相対的廃坑に寄与している。この廃坑は機能的リボザイムの活性部位の適切なホールディングを促進する。リボソームには同軸的スタッキングの多数の例が含まれ、その中には 70BP もの長さのものも含まれる。 二つのヘリックスのコアクシャルスタッキングによるシュードノットの形成。同軸的スタッキングでよく見られる二つのモチーフはキッシングループとシュードノットである。キッシングループ相互作用では、二つのヘアピンの一本鎖のループ領域が塩基体形性によって相互作用し、同軸的スタッキングによってヘリックスが合成される。この構造では、それぞれのループのすべてのヌクレオチドが、 塩基体形成とスタッキング相互作用に参加することができる。このモチーフはリーとクローザースによって NMR 解析による可視化と研究が行われた。シュードノットモチーフはヘアピンループの一本差領域が同じ RNA 差の上流または下流の配列と塩基体を形成することで生じる。その結果生じた2つの二重螺旋が互いにスタッキングし、 安定な同軸的スタッキングヘリックスが合成される。シュードノットの例としては極めて安定性が高い D 型肝炎ウイルスリボザイムがあり、その主差は全体で二重のシュードノット型のトポロジーとなっている。合理的設計がなされた DNA 構造では同軸的スタッキングに似た効果が見られる。DNA 折り紙構造は平滑末端が露出した二重螺旋を多数含んでいる。 これらの構造では露出した平滑末端が素水的なスタッキング相互作用のために互いに接着することが観察されている GAA テトラループ、んテトラループファミリーの例。テトラループとその受容体間の相互作用はテトラループモチーフのループ部分のヌクレオチドと RNA 二重螺旋内部の受容体モチーフにおける塩基体形成とスタッキング相互作用の組み合わせであり、 三次元的な相互作用を作り出すことで RNA 分子全体の三次元的フォールドを安定化している。また、テトラループは DNA 二重螺旋中でも可能な構造である。ステムループのサイズや配列は様々であるが、テトラループの四つのヌクレオチドは非常に共通している。それらは配列に基づいて通常三つのカテゴリーのいずれかに属し、クイム。 アンクグンラテトラループという3つのファミリーが存在する。これらのテトラループでは2番目と3番目のヌクレオチドが r n a 差のターンを形成し、1番目と4番目のヌクレオチドが塩基体を形成してステムループ構造を安定化する。一般的にテトラループの安定性はループ内部の塩基組成とこのクロージングベースペアの構成に依存することが決定されている。 んだファミリーのテトラループは、テトラループマイナス受容体相互作用で、最もよく観察されるタイプである。GAA テトラループと受容体、テトラループとその受容体、ワトソンクリック型とフーグスティーン型の両方の塩基体形成が見られる。テトラループ受容体モチーフは、テトラループ内の塩基が RNA の二次構造上で離れた位置にある。 ステムループ配列との水素結合する長距離の三次元的相互作用である。水素結合に加えて、スタッキング相互作用はこれらの三次元的相互作用の重要な要素となる。例えば、ラテトラループの相互作用では、テトラループの2番目のヌクレオチドは、需要体内部の A、プラットフォームモチーフへ直接スタッキングする。テトラループと、その需要体の配列は、 様々テトラループのアイソフォームと、その受容体との間で、同じタイプの三次元的接触が起こるよう、しばしば強変化が起こっている。自己スプライシンググループアイントロンの構造や機能は、テトラループ受容体モチーフに依存している。特に、典型的な GAAA モチーフの3つの、アデニン塩基は、受容体ヘリックスの上にスタッキングし、受容体と複数の水素結合を形成して、安定化する。 g a a 配列の最初のアデニンは、需要体の AU 塩基とミエサ構造を形成する。2番目のアデニンは、同じウリジンとの水素結合と、需要体の二大き、GAA テトラループのグアニンとの相互作用によって安定化される。3番目のアデニンは、ミエサ構造を形成する。A マイナー相互作用、I 型 A マイナー相互作用、I 型の相互作用は最も一般的で、 最も強固な A マイナー相互作用である。多数の水素結合を伴い、含み溝へ差し込まれた永遠期は埋め込まれる。通型 A マイナー相互作用、通型相互作用は、アデノシンの二応期と N3 の相互作用を伴う。アデノシンは、含み溝のシト都シンの二応期と相互作用する。この相互作用の強さは、タイプイ相互作用と同程度である。A マイナーモチーフは普遍的に見られる RNA の三次構造モチーフであり、対応していないヌクレオシドが RNA 二重螺旋の含み像に挿入されることで形成される。それゆえ、マイナーグルーブトリプレックスの一例である。グアノシン、シトシン、ウリジンも含み像での見えさ相互作用を形成することはできるもののアデニンによる相互作用が極めて一般的である。 アデニンの場合、挿入塩基の N1C2N3 単は、二重螺旋塩基の、他に、一方または、双方の2から O、基とも水素結合を形成する。挿入塩基を受け入れるのは、多くの場合 GC 塩基体である。A、マイナーモチーフは、ワトソンクリック型塩基体の尿に対する、挿入塩基の相対的な位置に基づいて、0型から3型の4つのクラスに分類される。 I2 型の A、マイナーモチーフでは、アデニンの N3 は二重螺旋の含み溝内部へ深く挿入され、塩基体とは良い形状相補性を示す。例3型と異なり、I2 型相互作用はその水素結合パターンから、アデニン特異的である。3型相互作用では、挿入塩基の O2 と N3 の双方が二重螺旋の含み溝とより離れた位置で結合する。 レイス型モチーフの相互作用は一つの2から多。気によって媒介され、より弱く、一食い的である。A. マイナーモチーフはリボソームで、最もよく見られる RNA の構造モチーフであり、トレナの2 3 s が絵の結合にも寄与している。グループツイントロンのコアで見られるように、ほとんどのバイループやヘリックス部分で二重、螺旋相互作用を安定化している。A. マイナーモチーフの興味深い例は、アンチコドンの認識における役割である。リボソームは、コドン、マイナスアンチコドンの正確な対合と不正確な対合を見分けなければならず、その過程の一部は、含み添えのアデニオ塩基の挿入によって行われている。不正確なコドン、マイナスアンチコドン対合では、ヘリックスの形状が歪み、A マイナス相互作用による結合安定化が妨げられ、 不正確なトレナの乖り速度が増加する。23S ナ中の A、マイナーモチーフの分析によって構造に依存した階層的ネットワークが存在することが明らかとなり、リボソームの進化や現代の最近の大サブユニットの発展をもたらしたイベントの順序との関連が示唆されている。リボースジッパー、二つの RNA の主査官の典型的なリボースジッパー。リボースジッパーは 二つの RNA 差が、リボースの2から大きの水素結合によって保持される三次構造エレメントである。2から大きは、水素結合の共有体としても、需要体としても機能し、他方の鎖の2から大きと双股の水素結合を形成する。リボースジッパーは、多数の形状が報告されているが、一般的なタイプは二つの近接した等の2を、 木の間で4つの水素結合が形成されるものである。一般的にリボースジッパーは別々の RNA 左官の相互作用を安定させる配置で形成される。リボースジッパーはしばしば極めて配列特異性の低いステムループ相互作用として観察される。しかしリボソームの大サブユニットと小サブユニットではリボースジッパーは CCA a 配列となる傾向がある。 グループアイイントロン中の金属イオンの結合グループアイイントロンの内圏型のマグネシウムの範囲。二つの赤い玉はマグネシウムイオン、イオンから伸びる波線はヌクレオチドの各関能元との範囲を示している。緑イコール炭素、オレンジイコールリン、赤イコール酸素、青イコール窒素。外圏型の範囲を示すグループアイイントロンの P5 c 結合ポケット。ここでは 通常は、水が行っている機能をオスミウムヘキサミンの6つのアミンが果たしており、主光とイオンの相互作用を媒介している。水素結合を介した範囲が破線で示されており、オスミウムはピンクで示されている。他の色は、上の図と同じである。機能的な RNA は、多くの場合、フラフラとした直差ではなく、ホールディングした安定な三次元的形状を有する分子である。 カチオンは RNA の三次構造の熱力学的な安定化に必須である。RNA に結合する金属カチオンは1価、2価、そして3価の場合もある。カリウムは RNA に結合する最も一般的な1価イオンである。RNA に結合する一般的な2価イオンはマグネシウムである。ナトリウム、カルシウム、マンガンなど他のイオンも インビボとインビトロで RNA に結合することが判明している。スペルミジンやスペルミンといった高有機カチオンも細胞内に存在し RNA のフォールディングに重要な寄与をしている。コバルトヘキサミンやテルビウムなどのランタノイドイオンのような酸化イオンは RNA への金属の結合を研究する有用な実験的ツールである。金属イオンは 複数の方法で RNA と相互作用する。あるイオンは RNA の主差と散在的な結合を行い、静電的相互作用を遮蔽する。この電化遮蔽は多くの場合一回オンによって行われる。一方、特定の部位に結合するイオンは RNA の三次構造の特定のエレメントの安定化を行う。その相互作用は 金属結合を水分子が媒介するかどうかによって二つのカテゴリーにさらに分類される。外圏型の相互作用は金属イオンを囲む水分子によって媒介される。例えば、マグネシウム六水はものは特定の RNA3 次構造モチーフの主冊のグアノシンを介して相互作用し安定化する。逆に、内圏型の相互作用は 直接金属イオンによって媒介される。RNA は多くの場合、多段階のフォールディングを行い、その各段階は異なるタイプの価値ンによって安定化される。後期の段階は RNA の三次構造の形成を伴い、主にマグネシウムなどの二カイオンの結合によって安定化されるが、カリウムイオンの結合を向きをしている可能性がある。金属結合部位は、 多くの場合 r n 二2ら螺旋の深く狭い、趣味ゾに極在し、プリン塩基のフーグスティーンエージに配慮する。特に、金属価値ンは、主差がねじれ、リン酸が密にパッキングし、濃密な不電化となる部位を、安定化する。r n 二2ら螺旋中の、金属4結合モチーフがいくつか、結晶構造中に同定されている。例えば、テトラヒメナサーマァラのグループアイントロンの P4。 P6 ドメイン中にはタン無ム重い、U 揺らぎ塩基体と G、A ミスマッチからなるイオン結合部位がいくつか存在し、そこではグアノシンのフーグスティンエッジの O6 と N7 を介してカカチオンが相互作用する。テトラヒメナのグループアイントロン中の他のイオン、結合モチーフとしては A、A プラットフォームモチーフがあり、 RNA の同じ鎖中で連続したアデノシンが非典型的な疑似炎気体を形成する。タンデム G、U モチーフとは異なり、A、A プラットフォームモチーフは一化カチオンを好んで結合する。これらのモチーフの多くでは、一化または二化カチオンが存在しない時には構造の柔軟性が大きく増加するか、その三次構造を失う。二価金属イオン、特にマグネシウムは、 遺伝的組み換えにおけるホリデージャイクション中間体などの DNA ジャイクション構造に重要であることが判明している。マグネシウムイオンはジャンクション中の負に帯電したリン酸元を遮蔽し、近接して配置されてスタッキングしたコンフォメーションを取ることを可能にする。マグネシウムはダブルクロスオーバーモチーフなど DNA ナノテクノロジーで利用される人工的にデザインされた。 構造中でのジャンクションの安定化にも重要である。ありがとうございます。